氏は小牧長久手の戦いに勝利、徳川家康を従える。秀吉は天下統一を果たすため九州へと進撃した。折しも九州では折島津の異名を取る薩摩の名族島津家が九州を制覇しつつあり、同じく九州の名族橘家はその攻勢の前に滅び去ろうとしていた。九州の南も日の本全国全部わしがいい夢見せるんさ。第4話九州征伐、普通にありじゃろ。九州はほぼ島津家の手に落ちております。我らは島津を倒し九州を平定します。あれなる島津の次男義弘です。彼らは豪遊にて鬼島津と恐れられております。まずは満足。
事ですね。敵将撃ち取ったね。さて一旦引いて軍を整えるか。あのある武士とお見受けいたし。しゃあひるむな。立花に敗北はない。まだまだ上を目指すんだ。敵将撃ち取ってやれ。シリオス様、お見事だと思います。
ってみよう。Shout out to you.